大晦日、第69回 NHK 紅白歌合戦のリハーサル初日、29日、東京、渋谷区の NHK ホール、大ヒット曲、USA で16年ぶり6回目の出場を果たす、ダパンプが登場した。2014年に、現在のメンバーになって、初の紅白出場に、ISSA40は、雰囲気いいですねと、久々の晴れ舞台に気分が高揚している様子。本番では総合司会の内村光良、54、もステージで代名詞、いいね、ダンスを披露するが、ベスト版の DVD を渡したら子供と、練習してきてくれたみたいと明かし、メンバーとの振り付けの合わせは5分程度で終了する、完成度だったという。6月にリリースした USA がダサか恋をキーワードに空前の大ヒット。以降、番組やイベント、そしてライブと大忙しの1年を過ごした。あまりの多忙ぶりに、先日、ISSAの顔が疲れていると報じられたほどだ。しかし、これにISSAは、茶目っ気たっぷりに反論。何か書かれてるんですよね。テレビで過ぎて疲れてるって、余計なお世話だよ。笑い、続けて、こちとら、日々を一生懸命楽しんでやっていますから。疲れてもないですし、とアピールした。今年を振り返り、いろんなところに呼んでもらえたのは嬉しいことですし、僕らが7人で活動していることを老若男女、いろんな方々に、USA を通して知ってもらえたと、感謝の言葉も忘れなかったISSA。本番でも、お茶の間を沸かせてくれそうだ。